ここ5試合勝利なし、苦しい戦いを続けているジュビロにアウェーでの厳しい現実が待っていました。前半8分、この位置からのフリーキックを決められ大事な一戦で先制を許します。3位でプレーオフに進出するためには勝利が必要なジュビロ、エースの前田のゴールに期待が集まりますが、なかなか決定機を生かすことができず得点を奪うことができません。ジュビロは後半、ヘディングが強いフェルジナンドを投入。37分にはそのフェルジナンドがヘディングシュート、これは惜しくもセーブされます。そして直後のコーナーキック、フェルジナンドが頭で合わせジュビロようやく同点に追いつきます。しかし反撃もここまで。リーグ終盤で6試合勝利なしのジュビロ、昇格プレーオフに4位で臨むことになります。